おはみー、ビキでーす。はい、新年明けましておめでとうございます。はい、いや、年末気合入れてめちゃくちゃ編集頑張って、年末は29、30、31と動画を連続3本上げさせていただきました。はい、昨年は10月頃からかな、まあ、YouTube をまた本格的に動画の投稿頻度を上げていこうと思って頑張った年末年終わりというのかな、1年でした。 YouTube の活動としてはそういう1年でした。もうなんかなかなか動画投稿したくてもなんかできんかったり、そういう時期があったりとかしたけど、まあ去年の最後の方はいろいろ動画を投稿できたのでよかったなって思います。いつも動画見てくださってありがとうございます。そして2021年もスタートしました。イエーイ2021。はい、ということで、まあ新年にふさわしい、まあ、この飾りたちも一緒に、はい、ママが準備してくれました。ありがとうということで、今日はね、実家に帰ってますで、昨日1月1日、今日この撮影日が1月2日なんやけど、1月1日はね、結構実家にねいっぱい料理が並んで、家族みんなで団らんしてました。その時のお写真がこちらです。まあちょっとね、プライバシー上ちょっと料理だけの写真になるんやけれども、はい、たくさん集まって家族団らんの時間を過ごせました。はい、で視聴者の方からリクエストがありまして、はい、リクエストありがとうございます。で、そのリクエストがね、地方ごとにね、お雑煮の、作り方とか、入っとる具材とか、いろいろ違うみたいで、我が家のお雑煮を紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、じゃあ我が家のお雑煮はですね、こちらでございます。じゃーん、ちょっとカメラ外にします。はい、急遽お雑煮のみ作ってもらいました。ありがとう。急にね、動画撮影したくなってお雑煮の動画を。本当は昨日のね、お正月の時は、もう元旦の時はね、かまぼこが、ちくわがかまぼこでした。カラフルなかまぼこで、三つ葉を添えて緑で彩りをまとめています。さすがママ、ビビッと。というようなね、はい、我が家のお雑煮でございます。ちなみにウィキさんは正月お料理は作ってないです、まあ、実家の料理が美味しすぎて実家に帰ってきました。今日は、はい、撮影時間ただいま朝の午前10時半でございます。はい、モーニングお雑煮いただきます。ちっちゃんいただきます。まずはね、美味しそうな柏から。優しい味ですね。ちなみにお雑煮の中は、端は大根、人参、ちくわ、餅が入ってます。今日のお雑煮は、昨日はね、さっきも言ったようにちくわじゃなくてカラフルなかまぼこでした。
でも汁ってさ、どうやって作りようと？お味噌と白だしと醤油。白だしとかあんまり料理で使わん。正月の時に結構使ったりすると、正月の料理とかお吸い物とか。うん、あれよ、年末の、最後に動画出てくれたなおちゃんが卵焼き作る時に白だしを使いよるらしい。結構美味しくなるって言いよった。ちーちゃんが見てきます。ちーちゃん、ちーちゃん、ちーちゃん映りたいと嫌われと、絶対嫌われと九州の雑煮はこういう味付けみたいな感じ。それかなんか我が家のみたいな。やっぱりなんかそういう何、正月料理とかはなんか代々受け継がれた味みたいな、なんかそういうイメージがあるので、私も気が向いたら来年作ってみようと思います皆様なんか結構 YouTube のコメントとかいろいろ見てたら、北は北海道から南はね沖縄までいろんな方が YouTuber のウィキチャンネルを視聴してくださっているんですけれども、なんかいろいろね県とか都道府県ごとにお雑煮のね種類が違うみたいで、で視聴者さんはね雑煮の中にあんこを入れたりする地域があったりとか、あとは覚えた？あ、そうなんや。意外と近くに意外と近くの県でそういう県がありました。大分県は雑煮の中にあんこを入れるらしい。どんな味になるんやろうね。あれかな、あれみたい、お汁粉みたい。うーん、なんや。なんかこれでさ、マレ島県あんこをこの中になんか入れるみたいなのが想像できん。あんこ餅なんか最初話聞いた時にね、あんこをねこうジュワーってなんかチューブのやつみたいなの入れ込むかと思った。あんこ餅ね、あんこ餅やったら食べたら中にあんこがあるみたいな、そういう感じよね。あー、美味しいかもね。ゆきさんね餅大好きなんですよ。大根がいい。お餅。ちょっとね、時間がね、喋りながら食べるけん経ってしまって、ちょっと固くなってます。お餅どーん。いいね、お餅はいつ食べても美味しい。見て、ほとんど食べたよ、うん、そうそう、ママがね今言ったけど、 YouTube ね動画をアップするときはなんかね編集とか加えたりとか、いろんな人が見てくれてコメントとかいただいたりするんで、めっちゃ楽しそうになんかね、ご飯食べてるみたいな感じのなんか動画になっとるけど、一人でねこうやって画面に向かってね一人ぼっちで食べるのってね結構寂しいもんよ特に去年で言えばカフェなんかね
チョコレートと、チョコレートとね、なんかケーキを食べに行った、あのこちらの動画ね、あの結構ね孤独やったね、なんかすごい写真映えするけん行ってみたよ。テラス席があの映えそうな感じで行ってみて、いやもちろんすごいお城みたいで綺麗な場所やったし、もうあの味もすっごい、味っていうかケーキ自体もめちゃくちゃ美味しいし、チョコレートもいろんな種類があって、もうザ女性が喜ぶお店みたいな、ザ女子会で使いますみたいな感じのいいお店やったんやけど、ぼっちでね動画を回して撮るのはねめっちゃ寂しかったそういう思い出もあります。やっぱりね、視聴者様からのあのリクエストとかコメントとかをね参考にして、これからもあの動画を楽しく作っていきたいなって2021年思います。あ、そうそう、ところであの全世界の皆様、お雑煮はあのご実家はどういう風なお雑煮ですか？あんこ餅とか、はたまたなんか味噌を入れてみたりとか、なんかいろいろ多分味付けの仕方があると思いますので、皆さん我が家のお雑煮はみたいな、こういう感じですみたいなのがあったらコメントにどんどん書いてください。ごちそうさまでした、美味しかったです今日はねこの動画を撮るために1月1日昨日にね、昨日の時点でもうあのお雑煮ね完売しとったんやけど、あの私のわがままで1人前だけお雑煮作ってもらいました。めっちゃ感謝、ママにめっちゃ感謝ありがとうビビッと、皆様正月はいかがお過ごしだったでしょうかいかがお過ごしでしょうか。あの昨日ねフラフープをめっちゃ何十年かぶりぐらいにやってみたら、なんかちょっとだけできるようになりました。なので動画で今お見せしてます。結構ねできてない、動画回したら全然できてないあの結構ねお腹に力を入れたらフラフープいい感じにできますあのね、めっちゃ腹筋痛くなるよ。やっぱりね、こういう自粛期間なので、お家でできる運動もいいなと思って、昨日からフラフープにハマってます。この動画が グッドボタンとそしてチャンネル登録よろしくお願いします。何か感想があったらコメントよろしくお願いします。では今年もウィキチャンネルよろしくお願いします。それではまた、バイバイ、おつびきでした。